ご視聴ありがとうございます。今回は、PC エンジンユーザー、愛用の、データセーブの定番商品、天の声2と、天の声バンクについてご紹介させていただきます。PC エンジンの、天の声2と、天の声バンク？そう、この2つの商品は、PC エンジンでゲームデータを、保存するための、定番商品なんだ。今回の動画では、まずはじめに、家庭用ゲーム機における、ゲームデータの保存の始まりから、天の声シリーズ誕生までの、歩みをご紹介させていただきます。そういえば、80年代初めに、ファミコンが登場した頃は、ゲームのデータを保存するという習慣は、まだ存在していませんでしたよね。そうなんだ。しかし、ファミコンが発売されて、数年後には、アドベンチャーゲームや、RPG のような、長時間プレイを楽しむゲームタイトルが、登場するようになるんだ。そうなると、今日プレイした、ゲームデータをセーブして、また明日も、その続きかな、遊びたいですー。というニーズが高まってくるようになるんだ。しかし、当時、フロッピーディスクなどの、記録媒体を搭載していた、パソコンならともかく、ロムカードリッジを採用した、家庭用ゲーム機のゲームソフトでは、ゲームデータをセーブするということはできなかったんだ。86年に、任天堂から、ディスクシステムが登場するまでは、家庭用のハードで、データを保存することは、不可能でしたからね。そう、そこで編み出されたのが、プレート中の情報を、パスワードにして、そのデータを保存するという方法なんだ。そして、このパスワードによる、ゲームのコンティニュー方式を、最初に採用したのが、85年8月に、MSX の、ロムカセットとして発売された、ハイドライドなんだ。おお、さすが、先駆者の、MSX ですね。そして、翌年の86年には、家庭用ゲーム機の、ファミコンでも、このパスワード方式が、採用されるようになり、あの名作 RPG、ドラゴンクエスト1と2でも、復活の呪文という形で、登場することになるんだ。そういえば、ドラクエ2では、この呪文を間違えてメモしてしまい、呪文が違いますー。ひえー。と言われて、レベル1からやり直すという、悲劇を生み出すことになりましたよね。さらに、80年代後半になると、家庭用ゲーム機も、ゲームソフトの容量が増大するようになり、それに伴い、データをセーブするための、パスワードも長くなってしまったことから、さすがに、この方式にも限界が来てしまうんだ。そこで、考え出されたのが、ロムカードリッジ内に、データ保存用のチップと、電池を組み込み、バックアップするという方法なんだ。そして、この画期的な方法が、初めて導入されたのが、これもやはり、MSX 版の、ハイドライド2からなんだ。またもや、MSX ですか。さらに、このバックアップ方式は、家庭用ゲーム機である、ファミコンでも採用されるようになり、88年に、日本全国に、ドラクエ旋風を巻き起こした、大ヒット RPG、ドラゴンクエスト3でも、この方法が導入されたんだ。ドラクエ3かな、コンティニューがなくになりましたよね。そのため、80年代末の、家庭用ゲーム業界では、ゲームのデータは、ロムカセット内に保存するものを、というのが常識になっていたんだ。ところが、87年に発売された、PC エンジンでは、ファミコンのような、ゲームデータの保存機能は、なかったんだ。PC エンジンで採用されていた、ゲーム媒体の、旧カードの大元である、B カードが誕生したのは、85年のことですから、ハドソンも、まさかその後、家庭用ゲーム市場で、バックアップ機能が、これほど普及するとは、思いもよらなかったでしょうね。そのため、このマシンで、RPG などの、ゲームデータをセーブする場合は、複雑で強大なパスワードを、入力しなければならなかったんだ。確か、PC エンジンから発売された、RPG、スサノオ伝説では、データを保存する場合、所持金や、HP などのパラメータを、数字で、そのまま入力する羽目になりましたからね。もちろん、PC エンジン陣営である、NEC と、ハドソンも、ゲームのセーブ機能については、どのようにユーザーに提供していくのかも、考えていて。しかし、このマシンでは、その設計段階から、CD-ROM による、商品展開を視野に入れていたため、今までの家庭用ゲーム機とは、違う方法が採用されたんだ。ファミコンとは違う、データのセーブ方法？そう、それは、CD そのものに、データを保存できない以上、データセーブは、ソフト側ではなく、ハード側に搭載された、バックアップラムを使って行うべきなのだ。と考えていたんだ。ということは、PC エンジンでは、ファミコンのように、ゲーム媒体に保存機能を、持たせるのではなく、ハード本体側で、データのセーブを、できるようにしたんですね。そうなんだ。そして、その PC エンジン最初の、バックアップラムが登場したのが、本体発売から、1年後の、88年に発売された、記念すべき、世界初の光学ドライブである、CD-ROM システムに、内蔵されることになるんだ。確か、このマシンの、インターフェースユニット内に、セーブ機能が搭載されてましたよね。あれー、でも、CD-ROM を持っていない、旧カードユーザーは、どうしたらいいの？もちろん、旧カードゲームを楽しむユーザーに向けても、メーカーは、
しっかり救済措置を考えていたんだ。その商品が登場するのは、本体が発売されて、2年後の、89年8月のこと。それが、ハドソンから発売された、天の声2なんだ。発売価格は、リーズナブルなお値段の、2600円でした。意外にも、PC エンジンの発売元である、NEC からではなく、ハドソンから発売されたんですね。そう、NEC からも、3ヶ月後の11月に、バックアップブースターという商品が、発売されることになるんだ。価格は、ハドソンの、天の声2の、2倍以上の、7800円です。さらに、このメーカーは、1ヶ月後の12月に、後継機のバックアップブースター2を、発売するという、少し迷走した、販売戦略を展開しているんだ。さすが、PC エンジンの周辺機器では、びっくりするような、新商品を連発する、NEC らしい販売手法ですね。そういえば、この天の声2とは、変わったネーミングの商品名ですね。そう、この商品の、ネーミングの由来について、少しご紹介させていただくと。実は、この、一風変わった名前は、ハドソンがファミコンでリリースしていた、名作 RPG、桃太郎伝説から取られたものなんだ。あの、桃太郎伝説かな？そう、この作品は、同じ RPG の、ドラゴンクエストと同じく、ゲームのコンティニューには、パスワード方式を採用していたんだ。そして、ドラクエの、パスワード名は、復活の呪文、であるのに対して、この桃太郎伝説では、和風な、世界観を醸し出すために、天の声、と名付けていたんだ。なるほど、それで、ハドソンの大ヒット作品の、パスワード名から、天の声と名付けられたんですね。それで、もう一つ、疑問があるんですけど、この天の声2の、2とは、2番目の商品という意味なんですか？そういえば、PC エンジンの関連商品の中で、初代、天の声という製品は、見たことありませんからね。その答えは、なんと、ハドソン公式の説明によると、お客様から、よくお問い合わせいただいております。天の声2の、2のネーミングの由来に関しましては、この商品のセーブ容量が、2KB でございますから、その2を取って、天の声2にさせていただきました。ということなんだ。すごい、ハドソンらしい、あまり深く考えずに、直感で付けたような名前ですね。そして、この商品が発売されると、NEC の純正品である、バックアップブースターと、同じ容量にもかかわらず、価格は、なんと、その半額以下の、2600円という、リーズナブルな価格に抑えられたことで、多くの、PC エンジンユーザーに支持されることになり、爆発的に、普及することになるんだ。お買い得なプライスで、PC エンジンの、ゲームデータを保存できるというのは、ありがたいことですね。しかし、時代が移り変わり、PC エンジンの主流が、CD-ROM の時代になると、この商品は、役割を終えることになるんだ。そして、3年後の、91年に発売された、天の声バンクが、より便利な形で、その役目を引き継ぐことに。天の声2さん、長い間、お世話になりました。続いて、後継商品の、天の声バンクについて、ご紹介させていただきます。天の声2は、その価格の安さから、ユーザーの間で、広く普及するようになり、PC エンジンの、データバックアップ装置の、スタンダードの地位を築いていくことになるんだけれども。しかし、この商品にも、泣きどころがあったんだ。天の声2の、泣きどころ？そう、それは、保存できる、ゲームデータの容量が、それほど大きくなかったことなんだ。この商品は、2という名前の由来から、セーブできるデータ容量は、2KB でしたからね。そう、そのため、1つや2つのゲームセーブならともかく、5つや6つも、データを保管するとなると、たちまち、セーブ領域が、いっぱいになってしまうのが、悩ましいところだったんだ。しかし、80年代末の、旧カード時代なら、それでも、この商品を、複数所有することでなんとかなりましたけど、さすがに、90年代初めになると、PC エンジンの世界では、大容量媒体である、CD-ROM のタイトルが中心になりますから、ゲームデータの保存が大きな課題になってきそうですね。そう、91年の秋には、PC エンジンを、さらに、パワーアップさせた、PC エンジン病は発売されることになるからね。いよいよ、スーパーゴムゴムの時代がやってくるんですね。そうなると、データセーブの領域不足という問題は、いよいよ深刻になってくるんだ。このハードが登場すると、アドベンチャーゲームや、RPG などのタイトルが、増えてきますから、必要なセーブデータ量は、急激に増加してしまいますよね。しかも、スーパー CD ロムロムや、PC エンジンビオといった、これらのマシンは、その構造上、天の声2のような、外部装置を接続することができないんだ。そうなりますと、本体に内蔵されている、2KB のバックアップラムしか、使用できなくなってしまいますね。スーパーゴムゴムは、PC エンジンのグレードアップしてくれる、画期的なマシンですけど、バックアップできる仕組みがなければ、商品の売れ行きに影響する、大問題になりそうですね。ハドソンさん、NEC さん、
どうしましょう。そこで、PC エンジン陣営が考えたのが、天の声2のような外部接続でデータを保存する仕組みではなく、かつ、スーパーロムロムのような大容量なデータでもバックアップできる方法として生み出された商品、それが、91年に発売された天の声バンクなんだ。発売価格は少しお高めの3880円でした。この商品は、今までのような外部接続からデータを保存するのではなく、本体のQカードスロットに差し込み、ゲームデータを保存するという仕組みで登場したものなんだ。これなら、スーパーロムロムのプラットフォームでも、データの保管ができますね。それに、全商品の、天の声2に比べて、随分コンパクトになりましたね。さらに、この商品では、ゲーム情報を保存するための機能も、豊富に搭載されているんだ。ここで、天の声バンクの、主な機能を少しご紹介させていただきます。この商品は、主に3つの機能が搭載されているんだ。3つの機能？そう、1つ目が、PC エンジン本体のデータを、バンクに保存する機能。2つ目が、バンクのデータを、PC エンジンの本体に、保存する機能。そして、3つ目が、本体と、バンクのデータを交換する機能。ということで、本体と、天の声バンクのデータを、様々な方法で、保存できるようになっているんだ。特に、3つ目の、ゲームデータを、入れ替えられる機能は、天の声バンクの中でも、最も利用され、重宝された機能ですね。ところで、この商品は、どのような仕組みで、データの保存ができるようになっているの？この商品は、このカード内に、リチウム電池を内蔵していて、その電力で、データを保存できる仕組みになっているんだ。つまり、ファミコンや、スーパーファミコンと同じように、ロムカードリッジのバックアップメモリと、同じ方式を採用しているんですね。そうなると、この商品の、内部電池が切れた場合は、ユーザーの大切な、ゲームデータは、消えてしまうの？もちろん、その恐れもあるんだけれども、でも、この商品が発売された当初、PC エンジンユーザーが、ゲーム雑誌などから情報を、かき集めて、導き出した結論としては、ハードの寿命から考えて、おそらく、5年間は、このマシンのデータを残すことができるかな。まあ、5年もゲームデータが残せれば、まあまあ、妥当なところでしょう。というのが、ユーザーの見解だったんだ。そのため、年季の入った、PC エンジンファンの間では、この商品は、かなり重宝されることになるんだ。しかし、心配性のユーザーの中には、いつか、天の声バンクの電池が切れてしまい、貴重なゲームデータが消えてしまうのでは、という懸念があったんだ。そんな、ユーザーの不安を察知したのか、PC エンジン陣営は、その救済措置も考えていたんだ。それが、93年に発売された、単4電池でデータを保存できる、大容量バックアップメモリである、メモリーベース1ニッパが発売されたんだ。そして、この商品に、天の声バンクのデータを移動させる、ユーティリティが登場したことで、バックアップ体制が、さらに強固なものになったんだ。実際のところ、この商品の、データの寿命は、10年以上保管できるようですし、リチウム電池についても、DIY が好きな、ユーザーさんであれば、電池交換も可能でしたから、末長く、愛用できそうですけどね。それに、この商品には、ハドソンらしい遊び心も、隠されているんだ。ハドソンらしい、遊び心？そう、このバンクを起動させて、複雑なコマンドを打ち込むと、ハドソンから発売された、PC エンジンゲーム、14本の最強データが出現したり、さらに、この商品の、取扱説明書には、3ページにもわたる、カラー漫画が掲載されていて、天の声バンクが、どんな商品なのかを、わかりやすく説明してくれるなど、様々な工夫がなされているんだ。そして、説明書の最後には、ゲームだけじゃなく、勉強もするんじゃぞ。と、懐かしい、高橋名人っぽい、お言葉も添えられているよ。ゲームは、1日、1時間だよ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。